うわー、いっぱい出てくるのね。こういう時にさ、イオとかギラとかありゃいいのにな。ないな。まだクソジョワンでそんなイオとかギラとかないもん。ワンチャンやばいな。範囲で。あー、結構耐える。ちょっと待って、これやばくねえか。え、待って。ちょっと待って、これ。待って。これやばくない?え、ちょっと待って、これ、やばいやつに遭遇してない?俺。想像以上に敵が強いことになってるぞ。マジか。とりあえず、アンラが一匹ずつ各攻撃はしてくれる。もう一番いいよな。ちょっと多くないかい?範囲攻撃がない今の現状じゃ。あ、そうか!ピコ太郎それでかい!状態異常で止めてくれれば。それめっちゃやり方、ピコ太郎ナイス。それピコ太郎めっちゃナイス。それはピコ太郎ナイスすぎる。そのムーブは。ここでピコ太郎の状態上座が効くとは。オッケーオッケーオッケー。一体止まるのでかい。これでめっちゃ止まるでかいな。とりあえず、一番ピンとこの、とりあえず、一体ずつ。リエ様オッケー。いや、ライトニングとかで処理できる。ピコ太郎アンコールよし、アンナで、過去限界が、おいです。連携取れてる、連携取れてる。それすごい連携取れてる。結局こういう軍団戦が辛いからね。オッケーオッケーオッケー、アンダー。アンダーで、あー、これね、ピコ太郎下げようか。ピコ太郎下がろ。大丈夫、十分ピコ太郎今回頑張ってる。いけ。まあ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 。まあまあまあ、アンダー。頑張れ、アンダー。よし、ここはアンダーを回復させるキュアーで、オッケー、キュアー。お前らさ、階段放送芸さ、オッケーっていうのがさ、もう怖いわ、マイペースは。ライトニング!いい。リリア、いい、いい打点取ってる。リリア様、いいよ。やっぱリリア様の魔法が一応範囲攻撃であるのか。オッケー。普通に敵が強いんだけど。で、リリア様を一応下げておく状態で。もう多分いける。普通にね、もう A ピチでいけると思うけどね。まあ、ここは A ピチ。アンダー!オッケー!普通に叩いて終わり。よし。オッケー。いや、ちょっと待って。7体はずるいよね。いやいや、だから、いやいや、だから、だからダメだって言ってんじゃん。こういうことしたら。なんか序盤から、お前、スイッチだからってさ、敵の容量まで多くしないでくれる。めたいこと言ったら、スイッチだから容量大きくしたんでしょ。安全地帯。ここは自分で。頼むわ。まずこのみんな頼む。ライトニング!リリア様!いやー、リリア様、ライトニング3体ぐらい処理してくれるとでかいんだけどね。これ回復でしょう。こういう回復効くんですよ。ピコ太郎何する?何?え、あ、どうしようぞ。ハウリング!それってますか?おー、全体攻撃、味方を巻き込むタイプの。あ、でも、悪くはないのか。あ!受け流す。クール行動が強い理由、状態異常が効かないってこと。いや、効くんですけど。状態上耐性が高いってやつですね。はい。クールの受け流す強いよ。状態上耐性が高くなるから。マイペースも一応高いんだけどね、ちなみに。クールと、だからクールって確かに安定して強いんだけどさ、全員クールな旅となんて見たくないでしょ。おー、マイピートピアはね、楽しいゲームなんでね。みんな個性活かしてけ。アンナ頼む。アンナ、あー、マジか。まあでも大丈夫だよ。うわ、9目なのか。ピコ太郎。アンコール !OK! アンナ!アンナ決めてやれ。アンナが決めてくれる。ティラガテラスケ?普通にもうこの二人が攻めた瞬間ね、だいぶ火力出るからね。いや、アンナの火力が良くなったな。城の見える高台。さあ、ここで確かね、いるはずなんで、もう一人の街の人たちがいるはずなんで、ここのボスと倒していきたいと思います。お、来たかな?え?街の人の顔すめ、これで終わりかな?一応そうだね。まあ、うん、そうだよ。今のところ取り返す人たちはこれで最後っすね。大変だったね。最後は楽に取り返せるかな?すんごい怪物が出たりして。怖いこと言わないでよ。あら?簡単にわかりやすいフラグが立ってるんだけど。もう怖い怪物出るよ、多分。体験版どこまでやるかわかんないけど、怖い怪物出ると思うよ、僕は。いや、怖い怪物こと大魔王出てるもん。うわぁ、また会ったなぁ。うわぁ、怖い怪物出てきたわ。ふん。お前程度の相手だろう。こいつで十分だ。あー、やめてー死神の、
あら嫌だ。安倍晋三やめろや。贅沢惨敗の王族たちめ。懲らしめてやろう。あのね、デビル顔は本当に嫌いなんですよ。その、死神は見るだけで僕ね、鳥肌立っちゃうんでやめてください。その、キプレイ社に、デビル安倍晋三キプレイ社にとってね、もう、トラウマでしかない。てか、ちょっと待って、結構いんな。大丈夫、大丈夫。リリア様、ライトニングいい、リリア様のね、それで打点でかい。で、すぐに自分が続いて、グリーンゼリーを倒せるの。それ流れいいや。その流れはすごい最高。流れ最高、流れ最高。いや、これ強いって言ってよ。待って、2回攻撃しないで。2回攻撃強すぎでしょ。ピコだろ？オッケーオッケー、状態上かけるか。うん、まあ、で、まあ、ボスだからね。ボスにも時々聞くやつはいるんだけどね。どうしようかな。ティラ君、見てた？今、待って、あんだ？なんだ今の、ティラ君見てた？って。おい、なんか呼んだ？え、なんすかアンナさん。なんすかなんすかじゃねえんだよ。アンナを回復させて安全地帯に刺されます。マイペース、ちょっと待って。来た、珍しくやる気だー。キュアー！おい、19回復していくのでかいな。で、下がりまーす。自分は。3人でよろしく。リリア様、怖いな。最下安全地帯使わないといけないかも。リリア？ファイヤー！おい、オッケー。さあ、アンナ、頑張ってくれ。18。コンスタントにダメージ与えてくれ。いいわー君いや、これね、安全地帯使った方がいいかも。下がれ！あ、リリア様！嘘でしょ。嘘でしょ、リリア様。嘘でしょ、リリア様。確率取られた。え、12も食らうの？難易度。ちょっと待って。あれ？難易度こんなんだったか？マイペース、嘘でしょ。この緊急事態、お前何を言ってるわ。この緊急事態、お前何をやってるんだ。うおぉ、ちょっと待ってね。安全地帯。うおぉ、危ねえ。14あれば大丈夫でしょ。いや、これ強くないか。いい、ミコ太郎。あ、エンピアメ、そんなところで。ふりかけ使うか。ふりかけで。リリア様、命の振りかけ使うのか？短命すぎるぞ、でも。3人でいい気がする。短命すぎる。リリア様、短命すぎるもん、だって。悪いけど。まあ、短命させたのは自分のせいなんだけど。ここ見て、ピコ太郎、わーい。あんな頼む。は？大丈夫。安全チャレンジ出そう。アンジュちゃん自分出して、HP 低いな、君たち。まあ、ここはキュアを。頼むぜ。おーい、お前、この緊急事態何言ってんだ。なんか、緊急事態に関してお前は何を言ってんだよ。あ、でも待って、スキルベル回復する。でかい。スキルベル全開、上がると回復するのでかい。よかった。マジで、やめて。これでかいな。で、安全地帯が出して。待って、まだなのか？いや、ピコ太郎まだ出せない。安全地帯から。よし。で、自分を回復だね。早くアンナ倒して！火力食が少なすぎる。待って、危ねえ。ピコ太郎探させて。ピコ太郎何もできねえ。ピコ太郎これで何もできねえな。アンナ、頼む、早く。早くアンナ倒して。いや、こんなんなる。もう、お前もこの緊急事態何をやってんだ。ねえ、君。いい加減した方がいいよ。いい加減した方がいいよ。ちょっと俺。アンナ1に耐えた。よし、アンナ、下がれ。アンナ下がれ。大丈夫だ。うわあ、ピコ太郎。ピコ太郎何を APG をしているんだお前は。ちゃんとアンコール。アンコール、せめて。頑張れ、わーい。頑張れ、ピコ太郎。2位。ろくな戦い方をしていない。あ、待って。おいや、死ぬんじゃねえか。ピコ太郎。ありゃ。ありゃ。ET のこっちでありゃりゃって。おい、死ぬ、負けるんか、おい。
キプリー負けんの？キプリーじゃ負けんの？もしかしてそんなことあっていいの？キプリーだよ俺嘘でしょ、こんな難易度かかったか。リーダー様頼む、リーダー様3人で行くか。ちょっと待って、キプリーじゃ負けるわけにいかんだろ、さすがに。確かに装備とかあんま更新してないけどさ、それでもこんなやばいもんなの。マイペース、よっしゃ行くぜー、キュア、よし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 、リーダー様頼む、リーダー様さすがにピコ太郎を使う。安全、ちゃ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 、リーダー様探せ、ちゃちゃちゃ、おい、まあ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 、いや結構くらい、アンナ早く、アンナよっしゃー。こんな難易度高かったか。あれ俺そんなに難易度高いことしたの、俺おかしいんだ、こんなはずれば。ちょっと待ってください。陽気なおばちゃん、安倍晋三何してんの、おばちゃんの笑顔がもらったよ。嬉しいね。嬉しいね。じゃないんだよ。さっき、タビットさん。あんたの考えがあるじゃないか。だいぶ苦戦したけどね。おかしいな。こんな苦戦するもんだったかな。見て、戻った、戻ったよ。この人のおかげなの。やりやり。どうもありがとう。あ、普通になんか、なんか面白いこと言ってくれるんだよ。よかったね。よかった。なんだ、お前たち面白いこと言ってくんないのかよ。あ、顔がくっついた。まったくひどい目になったよ。君、まあまあやるじゃん。一応俺を言ってこよう。なんだ、嫌味なのに一応俺は言ってくれるのか。あ、はい。あ、はい、はい。なんか、はい、はい。すいませんでした。はい。あ、日差しが眩しい。ちょっと、今のうろうろしてんのか。え、大魔王追っている？まさかあいつを倒すつもり？もう頑張ってよ。こいつ中殺しか。おい、ガノンドルフちょっと。あ、あれ？いつの間にかマジで元に。よかったよかった。あ、タビットさん。え、大魔王が走る。そんな大変だ。もうおしまいだ。いや、ガノンドルフ、お前見て、震えるガノンとか見たくないんだけど。ブルブル。タミットさん、大魔王を追うのですね。お前だよ、大魔王は。それではこれを。あ、これで紹介所で城に行けるのか。これでお城に入れます。あの、どうかお気をつけて。どんなじゃないよ、これ。あ、まだ続くのか、体験版。なんかもうね、山場を越えたからもうそろそろかと思ったけど、どこまであるんだろうね。あ、なに今の。え、ちょっと待って、今の何、なんか途中でマップ入ったよ、今。なんだったんだ、今。え、体験版どこまであるんだろうね。3DS 版の体験版は確か、この、1章の最後あたりだったんだけど。何？何の声だろう？これは、多分、公式で言ってたやつか？何？馬が怪物に押されている。馬は押す？それとメス？え、そんなん君出んの？まあ、最近ちょっと馬娘とか流行ってるんでね、メスで行きたいと思います。見た目を決めましょう。え？え？何？え？何これ？え？え？何これ？しかも想像してるより馬だわ。なんか、ミーで作んのか、ミーの顔みたいな感じの顔だ。想像してるより馬だわ。なんだこれ？馬のクリエイトあったの？知らないぞ、俺こんな。何？俺、え？何これ？俺ダビスタやってんの？馬がピンチです。いやいやいや、ちょっと待って。とてもじゃないけど、ピンチそうな馬に見えないよ、これ。強そうな馬しか見えないんだけど。強そう。いや、どう見ても助けよう。いや、多分あいつだ。あいつ多分、あの馬多分ね、助けなくても強いぞ。なんか、メラミとか打てそうじゃない？
いや、もう大丈夫だよ。怒ってるぞ、この馬、どう見ても。やばい馬やんか。元気でね。ちょっと馬の構図と合ってないんだよな。あ、何？ついてきてるけど。ああ、いや、もうついてきてるよ、後ろから。元気でねって言って、もう後ろからついてきてるけど。なんか、後々のイベントで来るのか？いや、もう来たわ。うん。ついてきた。一緒に行きたいの？いや、怖いだろ、この馬。仲間にしますか？いや、これはさせてもらおうかな。一緒に行こっか。なんか、いやいや、鼻出すな。その、そんなフラワー出されても困るんやけど。馬が仲間に入った。え、今、やではどうなんの？どういう扱い？やでは走る。馬ってどうする？ドタドタドタ。いや、ドタドタ入らないの。うま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 、今馬入っとった。なんと、え、馬が仲間になってくれたよ。そんなパーティー開くの、おっきいね。たくましいね。かわいいね。うんうん。あ、馬の名前どうしよう。そうだね。うーん、どうしようかな。じゃあティナに決めてもらおう。はい。馬っぽい。馬娘最近入ってるからな。はやぶさ丸かな。こちらの何かって言いますと、ヤフーゲームで昔競馬ってゲームあったんですよ。皆さんご存知ですか？ヤフーゲームで、競馬、競走馬育成する馬があって、僕が一番愛用してた馬、なんかね、初めに雇った馬でさ、それがね、なんかずーっと使えたから、なんていうかな。ヤフーゲーム結構その時代はボロボロで、なんか、普通の競馬だったらなんか4歳とかで終わんじゃん。終わんないんですよ。なんか89歳、はやぶさ丸。はやぶさ丸で行こう。はやぶさ丸。ピコ太郎どう思う？いいんじゃない？はやぶさ丸。うん、かわいい。じゃあ決まりだね。新しい回、はやぶさ丸に乾杯。いや、いいな、この構図。はやぶさ丸、どういう感じなの？馬が仲間に入んのは、ちょっとね、3D すらなかったからね。はやぶさ丸。どっちかって、まあ、火炎丸とかね、あの方がいる。フラワー出してるけど、目白目やねな、こいつ。恐ろしいな。人参でーす。おい、お前そこは、パイペンパイナンパポッペンやろ？そこはさ、そこはリンゴ出して。これどういうことになるんだろうね。全然わかんないな。ペンパイナッポ、あ、ポッペン。え、馬が増えてる。あ、外せたり入れれたりできるんだ。え、馬は何だろう。え、戦闘にも参加するってこと？どんな感じなの、ちょっと。え、ちょっと馬わかんねえな。どうなんの？あ、何？来た！え？初めてのスキーコード。非常攻撃。ハンナの非常攻撃？ 66 だってさ。何これ、別次元ダメージじゃん。馬も体験できんの？え、体験版で馬まで動かせんのすごくない？ちょっとそこまでやっていいの、体験版。そこまでできるか、体験版。さあ、兵士クラティアにね、見せるわけですけど、紹介状ね。そうすれば入れるようになります。この町は最小城です。主張のわからない方は、いや、おや、蝶々の蝶々をお持ちでしたが、でも、体験版は、わあ！あら。ああ。あら、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 先のマップ、ずいぶん先のマップ出てません。ずいぶん先のマップで、この先には広瀬が待っています。え、知ってる人たちいっぱいいる。まだ見ぬ怪物たち。裏団一緒いたな。不思議な料理。全員料理した、今。料理してやる？そこまでできるか、体験待って言った職業と、いや、全部知ってんな、その職業。バンパイア。深い、710以上。ああ、何この、何プロモムービー見せられてる、なんか。ああ、知ってます。はい。知ってますよ。私、3DS 版、キプレイですよ。言っときますけど。いや、いけない。行ってもしゃあないじゃん。あ、帰った。あ、なるほどね。え、で、待って。馬は一応戦闘に参加してるんだよね。で、体験版って言ってもまだ一応、他のダンジョンを探索できるってことだから、ちょっと一回馬を試してみようかな。